おはようございます。今日の工程はですね、今民宿おっきりさんにいるんですが、ずっと下に降りていて中尊寺を回ります。でその後一気に国道4号線奥州街道陸海道ずっとですね仙台市宮城県の方に行きます。で今日はちょっと行けるかわからないんですが、とりあえずですね朝日が丘っていうところに行きまして、私が幼少期のところに住んでいた町並みをちょっと見ながら、仙台市の方に行ってホテルに宿泊する予定でございます。よろしくお願いします。いやーめちゃくちゃいいところだったな。すごくありがたい。ん？あれ？なんかシビックさんが泊まってますよ。え？なんだ？え？まさか？まさかなのか？ちょっと行ってみるか。え？なんだろう？びっくりした。今ね戻ってきたら黒いシビックさんが私の隣に泊まっているんですよ。なんだろうなぁ。なんか降りてきた。あれ？なんか挨拶してる。誰だろう。なんか挨拶してるぞ。あれ？え？もしかして？まあこれあるんですけど。ありがとうございます。どうも。初めまして。お会いできると思ってませんでした。あ、じゃあ帰りますね。お疲れ様でした。2日3日ぐらい前にメールいただいて、で、まあ、中尊寺来るなら会ってやってもいいよと言ってくださって、応援に来てくれて、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。お名前をお伺いしてもよろしいですか。こうと申します。こうさん。はい。こうさん、じゃあこれよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。愛車 FK7 めちゃめちゃかっこよくないですか。ありがとうございます。はい、早速ちょっと紹介させてもらってもよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、ではですねフロントの方からダメますように行かせていただきたいとは思いますが、はい、無限のリアスポがついてるじゃないですか。はい、これはどうしちゃったんですか。これはですね、はい、2年ほど前に中古で購入した車両なんですけれども、前のオーナーさんが全部カスタムした状態で、私はほぼいじってないような状態で今も乗ってるという形です。そうなんですか。はい、どうですかこの無限のリアスポイラーは。実際にコウさん見てみて、はい、そうですね、かっこいいなと思うんですけど、やっぱり冬、今年吸ってました、何回か。あ、吸りましたか。はい、それから赤いタイプ R 風のエンブレム、はい、これもついてますよね。はい、これは自分が購入してからつけてもらったショップさんに、はい、納車の前にじゃあこれお願いしますって言って預けてつけてもらったやつになります。はい、ああそうなんですか。はい、この赤にした思いとか理由っていうのはあるんですか。タイプ R 風にしたいなっていうところがあって、うんうん、それで、探して、はい、つけたっていう形ですね。なるほど。この購入先はもちろんモノタロウです。モノタロウ来た、初めてだ。でそれからちょっと気になるのが、はい、グリルの網あるじゃないですか。はい、これなんか変わってるように見えるような気がするんですが、これも多分前のオーナーさんが、はい、タイプ R がこういう網目の形で、はい、多分純正ではないと思う、まあ、それこそアマゾンなのかなと思うんですけど、はい、うん、ちょっとチリ合ってなくて上の方隙間だらけなんですけど、ええ、変わってると思います。あ、なるほど。いやパッと見それが出てきたからおーっていう感じがねしちゃいましたけど、はい、あ、そうですね、それだけでも変わりますね、うん、印象変わりますよね。はい、なんかすごいかっこいいなって思いますよ。ありがとうございます。はい、フォグランプは純正のまんまですか。はい、純正のままですね。おお、ホワイト。はい、そうです。なるほど。ホワイトどうですか、なんか雪とか雨とか降ると。あ、そうですね、そういう悪天候の時はやっぱり、うんうん、ちょっと、はい、うん、視界悪いなっていうような感じはありますね。あ、そうですか。うん、フォグランプ変えたい気持ちとかはあるんですか。変えてみたいなとは思うんですけれども、ええ、上に無限の、うん、なんでしょうね、カバー、はい、これがついてるんですけど、はいはいはい、竹千代さんの動画を見たときにここ外すとかってあったんですけど、これはどうやればいいのかなってところで手が出せてないっていう感じですかね。かぶ、ね、っちゃってるのでここ外そうと思っても、うん、あ、本当だ、確かにどうやって剥がしていいのかっていうのがわからないですよね。で無理くりやっちゃうとね壊れちゃうっていうのもあるから怖いところは
ありますよね。そうするともうバンパーごとなのかなとかって思ったりとか、はいはい、1回全部外してとか、うん、じゃあちょっと皆さんに聞いてみましょうか。コウさんが、はいはい、どうやったらいいか、コウさんがお悩みでございますから、こちらのね無限のオプション品というか、はい、社外品をどうやって外すがいいんでしょうか。まあなんだろうね、あの手で剥がせという感じですね。あとは両面テープで貼って、そうですね、はい、バシッとやってください。はい、はい、じゃあお帰りはちょっとなります。はい、ありがとうございました。さあそして足回り系に行きたいところなんですが、サイドマーカーはオレンジに。はい、そうです、はい、これも前のオーナーさんからですか。そうなんです。はい、コウさん的にはオレンジと黒はどう思います？あーでもこっちの方がボディが黒なので、うん、あの色の違いがこうはっきりしてていいかなっていうところで、はいはいはい、このままでいいかなっていう感じですね。はい、これも前のオーナーさんからの贈り物です。贈り物、はい、ということで、かっこいいね。18インチですか？あ、そうですね。ただ225に、ま、このタイヤも前のオーナーさんが変えてたみたいなんですけど、225に、ワンランクっていうかサイズは18なんですけど、はいはいはい、下がってる引っ張り気味っていうんですかね。そうですね、ちょっと引っ張り気味になってますね。225どうですか、そのドライビングですとか走りやすさとかあるんですか？特に、まあ、235履いたことがないので何ともなんですけれども、はい、特に違和感は感じないかなっていう、はい、あ、本当ですか。おそらくですけど RSR の、はい、おー、東北本線が走っていたという感じで、RSR のあの TI2000 じゃない方、うん、やつが入ってるような。へで納車してから、まあ、あの融雪剤巻く地域なので、うん、あの下回り塗装したので、バネまで塗っちゃったので、もうなんだかわからなくなっちゃったんですけど、うん、はい、RSR のはずです。 RSR、はい、ああ確かになんか塗られてるような塗られてないようなっていう気がします、ね、そうですね、ロゴが多分消えちゃってるかなっていうところですね。はいはいはい、心地が特段悪いなっていう感じはしないです。あ、本当ですか。ただやっぱりちょっと強めの段差をある程度の速度で超えた時に、はい、ガコンってこう底打ちっていうか、はいはい、前乗ってた車ではなかったけどもっていうのでやっぱ下がってるんだなっていうような、はい、感じですかね。そしてギア周り行きたいんですが、これがねすごいなと思うんですよ。このリアスポイラーっていう形ですかね。はい、そうですね、うん、初めて見たんですが、どういう感じのギアスポイラーなんですか？これもですよね。え、そうですね、こっちですね。これも前のオーナーさんが、まあ、ショップさんから聞いた話なんですけど、前のオーナーさんが、はい、無限の別な車種のを無理やり転用してつけてるっていうところで、こっちの方見てもらうと分かるんですけど、穴が、クモの巣が、クモの巣がいっぱいあるんです。穴はここに、で、はい、無理やりつけてるっていうような感じですね。はい、なのでちょっと無限のマークが下を向いちゃってるっていうような感じです。差別化が図れて多分誰もいないんじゃないかなとは思うんですよね。そうですね、見たことはないですね、うん、私も初めて見たのですごくびっくりしたなっていう感じでございます。これは H ケースだ。はい、そうです。当てましょうか。はい、お願いします。リーガマックスプレミアム過去笑い過去笑いはい、そうです、まあ、これも前のオーナーさんが、はい、ついた状態だったんですけれども。なるほど。エンジン最初かけた時はうるさいんですけど、温まってしまうと、はい、割と静かで、アイドリングは静かなので、はい、そういう点ではいいかなと、まあ、踏んだ時はある程度はするんですけれど、はいはいはい、ここは満足してます。顔は映せないんですが、かなり笑顔で話されている、非常に温厚な方のコウさんでございますから、まあ、今日も一日お帰りはしようと思います。はい、ありがとうございます。びっくりした。あ、また来た。おお。あ、今度は2両編成じゃないですか。そうですね、普通の。はい、あの朝の忙しい時間が終わったから。ああ。多分減らしたんですよね。おお、いいな。ということで、コウさんのお車、簡単ではありますが紹介させていただいたんですが、非常にね、かっこいいと思いますし、一番の特徴的なのが、もうリアスポイラーの差別化が図れてるっていうのが、個人的にはすごくいいなと思います。ありがとうございます。前のオーナーさんに感謝します。なんかこれから自分でなんかつけてみたいなっていうのはあるんですか？そう、まあ、やっぱり最初買った時の希望としたタイプ R 風のウイングつけたいなっていう思いが今もまだあるので、はいはいはい、まあ、あるとしたら
この羽を取ってつけるっていうのも一つの、はい、一つちょっと検討しようかなっていうのはちょっと頭にあるんですけど。なるほど、いいスポイラーありますよ。これあ、ちょうど黒じゃないですか。黒ですよ。いただいてていいですか。いいですよ。ただ難点は一つありますけど、はい、あの色がはげてるって。あ、そうそう、あの付け根のとか、あ、シェブロンついてるじゃないですか。シェブロン付きですよ。欲しいですか。欲しいですね。100万で売ってます。高いですね。500円でお願いします。500円、わかりました。じゃあ500円でお売りしますのでご自身でつけてください。はい、ではお借りはちらになりま す。お疲れ様でした。終わる終わると言って終わらないのが私なんですが、ちょっと一瞬だけ室内見させてもらってもよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、ちょっと窓越しからでは申し訳ございませんが、前期仕様でマニュアルなんですね。はい、そうです。はい、前期のマニュアルは乗りやすいですか。そうですね、まあ、あの前竹千代さんがよく言ってた通り、あのちょっと自分も回転落ちが気になるかな、低速の時はっては思うんですけれども、はいはいはい、それ以外はエンストとかも全然しないで力強く走ってくれるので満足をしております。はい、いいですよね。あれなんですか、ブーストメーターがついてるんですか。あ、そうですね、デフィのブーストメーターが、はい、はい、あー、これも前のオーナーさんからのプレゼントです。はいはい、よかったですね。岩手とか宮城の人って、はい、デフィのメーターつけてる方が非常に多いんですよ。あ、そうなんですね。はい、なので仲間できるかもしれない。あ、デフィ仲間。デフィ仲間、はい、とはいえですね、あのコウさん岩手県の、まあ、ところに住んでいまして、実はそんなに FK ユーザーさんとつながりがないようなことをねちょっと聞いたんですが。はい、そうですね、たまにすれ違いはするんですけど、はい、こう年齢層が上の方とかが多くて、うんうん、お友達になれるかなっていうような感じで、はいはい、なかなかこう視線を送っても見てくれないような感じです。そうなんですか。はい、いや、ぜひぜひあのニノさんですとかボラギさん、そして直哉さんがいらっしゃいますので、はい、ね、あの見てるお三方、あの仲間になってくださいね。お願いしますよ。ぜひぜひお願いします。お願いします。そしてあの、まあ、ニノさんが言ってたんですけど、岩手の FK 乗りはバナナ、はい、ちゃんがあるということで、はい、ドンキで買いましょう。はい、はい、じゃあドンキに行ってきます。行きましょう。じゃあドンキはあちらになります。おお、これはすごい。おお、あれ生地ですか。生地ですね。色ついてる方がオスで、はい、メスの方があの茶色なんですけどね、生地って。そうなんですか。はい、で飛ばないで走りますけど、生地飛ばないはずですね。あ、確かに今めっちゃダッシュしてましたけど、はい、たまに走ってます。へえ、いや、視聴者様が来てくれました、ありがとうございます。この方多分コウさんのお友達ですよね。はい、連れて帰ります。この後新潟のメロさんからお土産がありまして、はい、ぜひ受け取ってほしいんですが、はい、これがねおすすめです。黙れコアッパ。いただきます。どうぞ。全部は持ってかないでください。はい、じゃあ一ついただきます。はい、あ、メロさんありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。メロさん渡したよ。さあ、ということでせっかく中尊寺に来てるということで、はい、参拝観光してみたいなとは思うんですが、はい、じゃあ楽しんじゃうか。そうですね、はい、ここで信号待ちしてもいいかもしれないんですが、あえて中尊寺地下道っていうのがあるから、ここ、はい、じゃあ行ってみましょう。どういう形になるんですかね。よし、行って、よし、行って、行って、思いっきりくじいてぐちって、久々だな、何年ぶりだろう、くじいたの。いや、今思いっきりぐしゅってやっちゃった。めちゃくちゃ痛いですけど。ああ。この中にもちょっとしたポスターで、いやーちょっとね足が結構痛くてピッコ引いてる今日この頃なんですが、これは何だろう、なんか面白い感じですね。でしかも、ここは宝物殿、地下道でくじいた時に結構これボコンって腫れ上がっちゃってですね、いやーこれちょっとね病院行った方がいいなということでね、コウさんに今病院調べていただきまして、まあ、ここが行けるだろうということでね、すいません、なんかせっかくお会いしたのに怪我してしまって、はい、今から病院行ってきます。はい、行ってきます。わ、これ分かります？これボコンってなってるやつ。
甲さん分かります？なんか、あ、そうですね、ここら辺が、はい、切り張り上がってますよね、はい、左下の上からでも分かるくらいに明らかにこれは痛い。ただ靴脱いだら少し楽になったんですけど。吉本さん迎えに来てください。お願いします。すいません、助けて、クラッチ操作できないかも病院行ってまいりまして、なんとひびが入りました結構いい感じでひびが入っていて、まあ、コウさんもびっくりしてらっしゃる今日この頃なんですが、はい、骨にひびが入るとは驚きですただやっぱり一つ良かったのが、コウさんがいてくれて本当に助かりました。ありがとうございます。 ありがとうございます、はい、お力になれて良かったです。いや、もう本当にお力になりましたよ。ありがとうございます。まあ痛々しい今日この頃なんですが、コウさんと一緒にいろいろ遊べたということで、前沢牛も美味しかったですね、はい、ご飯食べてきました。写真がこのような感じ。いや、いいですよね、美味しかったですね。いや、本当にありがとうございました。今日はありがとうございます、はい、じゃあ気をつけて帰ります。僕、はい、気をつけて帰ってください。はい、ありがとうございます。また遊びに来てください。ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。とんだ幕引きになってしまったんですが、まさかねひびが入っているなんて思ってもいませんでした。で、今あのクラッチとか踏んでいたところ若干痛みはあるんですが、まあ痛み止めでなんとかしながらとりあえずお家の方に帰りたいと思っております。帰るルートなんですが、すぐそこにスマートインターがあるんですよ、東北自動車の。で、そこから高速に乗りまして、もうクルコン使ってですね、とりあえず都内の近郊まではゆっくり帰りたいと考えています。だね、本当はね宮城県の仙台市とか思い出の場所行きたかったんですが、ただしかしね、体のことを第一に考えると、ここはひとまず帰れよというふうなお達しがあったというふうにプラスに考えたいと思います。いやーね、これはね自分のミスだな、多分ね、よそ見に現金みたいな感じでございますよ。寂しい気持ちもあるんですけど、なぜかね逆に達成感がめちゃめちゃ強いという。本当になんかね、こうやって動画で話してると、お前本当に足ひび入ってんのかよなんて思っちゃうかもしれないんですが、いや全然ね、なんかねひびが入ってるっていう感覚がないので、逆に個人的に不思議な感覚だなっていうのも正直あったりとかします。コウさん、ありがとうございます。お土産いただいちゃいまして、これありがたく道中ですね飲ませていただきます。あの夜間の麦茶とかですね。後方確認、前方確認、最前部、よーし、あ、足ちょっといて足いて、あ、これ大丈夫だ。ちょっとね、あのね、思いっきりいいミートポイントがあるんですよ。痛いポイントと痛くないポイント早く行けよって思うんですけどね、名残惜しいんですよ。なんかほんと名残惜しいな。はい、じゃあ行きます。よいしょ。親指でやるとダメな、もう少し足の裏の中央あたりでがっつりやればひょっとしたら OK かも。おお、ガッタン、すごい。さあ、中尊寺、ありがとうございました。あー、やっぱ気にしちゃうな、この足の痛み。でいいけど、でもね、やっぱりシビックさんを置いて帰るわけには絶対いかないので、ここはね、ほんと意地でも一緒に帰ろう。シビックさん一緒に帰ろうね。絶対に見放したりとかしないですから、どんなことがあっても見放さない、これが私の愛車精神。あ、痛い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 。ちょっとでも油断すると足ぐちってやっちゃうから痛いね。痛いけどさ、頑張ろう。でシートの方もね、若干前寄りに寄せてます。少しでも軽減できるようにと。よっしゃ、ここのねギアチェンジね、一つコツがあって、あれにしよう、佐伯さんから教えてもらった半分のミートポイントでやろう。よっしゃ、乗った、ここで行くぜ、派手に行くよ、ゴー。あー、いっぱい車がいるな。早速サービスエリアにやってきました。ここが長者原サービスエリアというところですね。なぜここに来たかと申しますと、ちょっとねガソリンスタンドがあったので一回給油していこうかなと思ってるんですよ。しかもちょっとタイヤの空気圧を見ていこうかなっていう感じで、せっかくだから止めさせていただいた今日この頃ですが、お前足大丈夫なのかと思うんですけど、こんなような感じでねびっこ引いてるような感じですが、まあそんなにこううわーってなるほどはないんですが、やっぱりこっち側外側に力を入れるとズキ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 する今日この頃ですね。でやっぱりもう高速道路ですと非常にクルコンとか使ってね楽できるので、まだマシなのかなとは思っているんですけど、まあでもね痛いっすね。おー、ハイオク197円、まあせっかくだから入れよう。よいしょ、
なんだ今基準値通りか。いや結構なんか空気圧が落ちてるイメージがあったんですが、なんかそんなことないみたいですね。まあいいや、とりあえず多めに入れとくのには越したことがないな、高速道路は。さあ行きましょう。たどり着きました。いやー走ったね、2237。最後の最後でねやっちゃうのが竹千代らしいなっていう感じですよね。本当面白いですよね。例えば風邪ひいたりですとか、なんか体調不良を起こしてちょっとダウンっていうんだったらまだ話はわかるじゃないですか。しかし私の前でなんでね、最終日の1日前でね、骨折じゃないですけど足にひびを入れちゃうっていう、なんか私らしいなっていう感じも正直します。本当に面白いな。ただまあ、今回宮城県と福島県は回れなかったわけなんですが、岩手県までね回れたっていうことが本当に良かったなと思います。もちろんですね、宮城県のドライブですとか旅を楽しみにされていた方に関しては申し訳ないとは思うんですが、応援のコメントですとかご心配のコメントもたくさんいただいて本当にありがとうございました。感謝感謝でございます。ちょっとね返信の方はできてなくて申し訳ないんですが、本当に感謝しております。そういう皆様がいなかったら私は多分こういう旅もできていなかったので、本当に本当に嬉しいございます。そしてダラ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 長いですよ。本当長ったらしいですけども、これが私の特徴だと思っていただければ嬉しいございます。でね、まだ終わんねえのかって話なんですけど、そう終わらないんですよ。宮城と福島じゃあどうすんだよって思うじゃないですか。リベンジしますんで、絶対リベンジします、必ず行きます。なのでぜひチャンネル登録してお待ちください。チャンネル登録されてる方はいいねを押しまくって待っててくださいねすいません、ありがとうございます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイ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 。昔やってたね、それじゃあねバイバイ。あ懐かしい、ありがとうねフグト君。もういいや、はい、お疲れ様でした